1976年の太陽ホエールズでは、1976年の太陽ホエールズにおける動向をまとめる。この年の太陽ホエールズは、秋山昇監督の2年目のシーズンである。秋山監督1年目5位のチームは、さらなる成績上昇を狙うべく、クリートボイヤーコーチの推薦で、日本ハムのゲイリー・ジェスタットを獲得。当主人も、平松正治、山下律夫、 マシ茂バ・シゲル・ユ杉山智隆などが控え、打撃陣でも、中塚正幸、松原誠、長崎圭一などが健在で、チームは5年ぶりの A クラス入りが期待された。しかし、松原、長崎、ジョン・シッピンといった、破壊力抜群の打線は打ちまくるもリリーフ投手が打ち込まれるなど、投打のアンバランスが現れて、開幕から最下位に転落。4月を、 借金8で終えたチームは5月以降の巻き返しが期待されたものの投資陣の崩壊はどうしようもなく優勝の巨人に32ゲーム差、5位ヤクルトに8.5ゲーム差つけられて10年ぶりの最下位に沈んだ。カード別成績では5位ヤクルトに13勝11敗2分と勝ち越して全球団負け越しこそ免れるも、巨人には8勝18敗。 2位の阪神にも8勝16敗2分と大きく負け越した。投手陣は平松、奥、甲秀幸が13勝、11勝で2桁勝利を挙げた、ものの山下律尾が2勝、ローテ入りの根本隆と渡辺秀武がわずか3勝に終わり、前年規定投球回到達の真柴が未勝利に終わるなどの誤算で、チーム防御率は4.45のリーグ5位。打撃陣は、 リーグ2位の172本塁打を放つも得点が巨人と180点差の再開に終わった。シーズン終了後、秋山監督は辞任して二軍監督に降格となり、秋山監督の片腕だった藤田元次投手コーチも辞任。新監督には1972年まで監督だったベッドを薫るが再び就任した。ありがとうございます。